マーヤ若杉は、岡山県玉野市生まれ、書道家、アーティスト、日本の男性、フランスのボルドー在住。6歳より書道を始め、高校在学中に世界的に評価されている赤塚行月に師事。第10回成田山全国教書大会で日本書道教育会議賞を受賞する。1994年の夏に17歳で初の個展開催。その後、日展評議員の田中雪山に師事。大学在学中はドラァグクイーンとしても活動。フランスルーブル美術館の NPO、グランルーブルをジャポンのロゴマーク制作や、在学中は謙信書道展、読売書法展などの公募展にも応募し入選。2001年、大東文化大学中国文学科卒業後、都営、ロンドン大学で個展開催。その後、美容師の国家資格習得、ヘアメイクアシスタントを経て、ニューヨークイーストビレッジにある美容室に就職。8ヶ月の滞在後に帰国。帰国後は音楽プロダクションでマネージメント業務、飲食店勤務をしながら副業で書の活動を続ける。2012年、日本テレビ、笑い神様は突然に NHK ワールド、お遍路、笑福亭鶴瓶落語会の大事記号。2013年、アメリカニューヨークのアートフェア、アーテックスポニューヨークに出品。2014年、ニューヨーク滞在時にコンピューターマジックとニューヨーク近代美術館MoMAでパフォーマンスを行う。その後、フランスのボルドーに拠点を移し、台湾の重ね園美術館での個展、パリで開催されたネクスト STEP ビエナーレに出品。2015年、神宮前のMoCA東京にて、個展、ラコスライン開催。6月は、渋谷のアディダスオリジナルのプレスプレビューイベントにて、メインビジュアルとインビテーションを制作。カメラマンの萩庭圭太の Your Eyes Only にインタビュー掲載。2016年、世界経済フォーラムジャパンナイトにて、世界経済フォーラム創設者兼会長のクラウス・シュワブと書き初めパフォーマンス。9月には、ファッションブランド、MOUSSYの単独路面店舗がニューヨークのSOHOに完成。オープニングイベントでは書道パフォーマンスと招待状に記号。10月に渋谷の ES ギャラリーで開催された個展、結び目、ムワーデレンズを開催した。2017年 NHK 大河ドラマ、女城主地カトラの大事記号。フランスで初めて開催された日本酒のコンクールKURA MASTERのロゴでデザイン。ゼニスエルプリメロレンジローバースペシャルエディションのローンチパーティーにて、レンジローバーのボディに記号。5月京都国立博物館で開催されたヒューマンライツウォッチのカウンシルサミット2017京都にて記号パフォーマンス。また、フランスの国鉄 SNCF レスが制作するプロモーションビデオ、パレンテス、ボルドーセイントジョンに出演するなど、活躍の場を広げる。辻仁成氏によるウェブマガジンデザインストーリーズにインタビューが掲載される。2020年9月にパリのゴルリー・ミキコ・フォビニーにて個展和形静寂を開催、好評を得る。その模様は25案、オンラインに掲載。また12月にボルドー近郊にあるグラディニアンの公立中学校で開催された書道教室は地元の新聞Sud Ouestに掲載された。ありがとうございます。